強く結んでみます。まずは1回では、ここよく見てみてください。今日のマジックにはハンカチを使います。このハンカチを斜めに伸ばします。今からこの端と端を強く結んでみます。まずは1回、そしてもう一度二重結びにして、しっかりと結び目を固定します。ではここよく見ておいてください。このしっかりと結ばれたところが一人でにほどけていきます。結び目が一人でにほどけていきました。ほどける結び目トリック公開です。このマジックに使うのはハンカチ1枚だけです。このハンカチは自分の持っているものでもいいですし、人から借りたものでも大丈夫です。もし人が持っていたら、それを借りてやった方が不思議さはアップすると思います。まずハンカチを広げます。そして対角線上に伸ばして帯のようにします。この両端を結ぶわけなんですが、普通結び目を作るとき、外側からかけて内側から輪っかを通しますよね。そうすると結び目はできます。でもこのやり方をやるとマジックはできません。今からそれを説明します。外側からかけた端っこを外側から輪っかの中を通します。見た目すごく結んだように見えるんですが、実を言うと全く結ばれていません。もう一回いきます。外側からかけて外側の穴から通します。これもう結ばれていない状態なので、指を離すとすぐ外れてしまいます。なのでしっかりとこの指でこのクロスしたかかっている部分を押さえておきます。この2回目の結び目、お客さんに結んでもらった方がいいと思います。その方が自分も楽ですし、しっかりと結ばれることができます。これはなるべくきつく結んでもらいましょう。その方がこの嘘の結び目が固く固定されます。この時も最後まで指を離さないようにしっかり持っておきましょう。結び終えたら、この嘘の結び目が崩れないように慎重に指を動かして下の方を持ちます。あとはこのハンカチを少しずつ揺らすことで、ハンカチが布が元に戻ろうとする力を利用して一人でにほどけているように見せます。このようにちょっと揺らしていきます。そうするとねじれていた布が元に戻ろうとするんです。そうするとこういう風に勝手に動いたように見えます。さあ、このほどける結び目、ハンカチさえあれば誰でもどこでもすぐにできます。ぜひ皆さんチャレンジしてみてください。このマジック面白いなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。それではまたお会いしましょう。お相手は内田孝光でした。